い、どうもこんばんちは、ライフガードです。ということで今回はですね、皆さんに大事な大事なお話がございます。それはもう本当に大事な大事なお話がございます。まあサムネとタイトルでね、もう全然わかってる方もいると思うんですけれども、一旦ちょっとすいませんね、一旦敵さんを排除させていただきます。排除できるかわかんないんだけど、スナイパー焦ってる。やばい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 、危なマジで危な、どこ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 、もういた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 、オッケー。よしでね、その大切な大切なお話というのがですね、僕と一緒に撮影をしてくれませんかということで、まあ簡単に言うと、僕と一緒に撮影を協力してくれる方を大募集という形で、僕と一緒に撮影してくれる方たちを、募集しますという、感じの動画になっております。あとね、あとごめん、ちょっとこれさっき言いたいわ。クリエイターサポート復活しました。はい、クリエイターサポート復活したんで、LFGD、ライフガードの、ライフ、ライの L と、フの F と、ガードの G と、ドの、ガードのドの D か。D を取って、LFGD にしました。はい、皆さんクリサポよろしくお願いしますということで、クリエイターサポートがね、復活いたしました。ずっと剥奪されて、もうめんどくさいから何もしてなかったんですけど、ちょっとやったらすぐ通りました。すいません。めんどくさがっててすいませんって感じで、通りましたんで皆さんよろしくお願いしますっていうので、クリエイターサポートが通ったということは、カスタムマッチがね、できるようになったんですよ。そう、自由にね、カスタムマッチがマッチ開始を押せるようになったのでっていうのも込めて、撮影協力を、応募してるっていうのもありますね。なので、概要欄にディスコードのね URL、 ディスコードの参加の URL 貼ってますので、よかったら、撮影一緒にしたいよって方は、参加していただけると幸いでございます。で、あと嵐とか対策とか、ちょっとディスコードちょっと僕あんまよく分かってなくて、もしなんか得意だよみたいな、ここなんか他のサーバーやったことあるよみたいな方いたら、はい、ということでちょっとエリートエージェントにボコされてしまったんですけれども、はい、本当にお知らせというのはそのね、2つかな、クリエイターサポートが LFGD ですね。 LFGD でクリエイターサポートができます。自分でやってみよう。 LFGD これですね。はいはい、LFGD でよろしくお願いします。こんな感じかなのと、撮影協力の、カスタムマッチができるようになったので、100人隠れ物とかね、なんかいろいろ企画を思いついたら、参加してほしいので、よかったらディスコードの、サーバー概要欄から参加してみてくださいっていうのと、管理者も募集してますのでよろしくお願いします。そのディスコードサーバーでちょっとやりたい企画、やるか分かんないんですけど、ちょっとやりたい企画がありまして、大喜利僕好きなんですよ。なんかお題があって、それに答えるみたいな、面白く答えるみたいな、っていうのがありまして、僕それ好きなんで、そういうのもねディスコードで募集して、なんか動画にできたらなとかも思っておりますので、ぜひなんかそういう大喜利得意な方いるか分かんないんですけど、ツイートとかもすると思うんですけどね、そういうのでも面白そうだったらやってみたいなって思いますので、ぜひぜひディスコードの方ご参加よろしくお願いしますということで、この動画が良かったなと思ったらチャンネル高評価よろしくお願いします。じゃあ皆さん、ディスコードで会いましょう。